キッドグループチャンネルピアノ演奏担当さくらもちゃんです。今回はいつも動画の後ろに登場するこのパンダとの馴れ初めについてお話ししていきたいと思います。そもそも演奏動画を初めてあげたのが2019年の7月の終わりなんですね。でその頃からパンダがいたんですけど、このパンダさんではありませんでした。なぜかというと、撮影していたのがキッドグループチャンネルの本部の方、ピアノ室を使っていたので、そちらのパンダさんと一緒に動画に出演してました。しかし2019年の秋ぐらいから自宅で撮る回数が増え始め、その中キッドグループチャンネルの中の方が、これからも家で撮るようにパンダをプレゼントするよって言ってくださって、その時に出会ったのがこちらのパンダさんです。最初はいつも動画で横に置くたびに、なんか見られてるなとか、落ち着かないなとか、なんかそういう感じだったんですけど、今ではこのパンダなしには動画を上げれないぐらい、キッドグループチャンネルの素敵な相棒となってくれています。ちなみにこのパンダさんの私のお気に入りのチャームポイントは、口が曲がってるところです。よく見ていただければわかるんですけど、口がちょっと片方だけちょっと口角がんって上がってますよね。ここがなんかはにかんでるみたいで可愛いなって私いつも思いながら顔を撮影しています。このパンダさんはストリートピアノには残念ながら一緒に連れていくことはできないんですけど、からもお部屋で撮る際にはたくさん登場すると思うので、どうか温かく見守ってくださったら嬉しいです。次にこのパンダさん、名前がついてないんですけど、もしおすすめの名前とかあったりしたらぜひ教えてください。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。